皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ヨウムだにょん。本日は2023年12月10日に公開された、第73回 NHK 杯テレビ将棋トーナメント、中村太地八段と、菅井竜也八段の一戦をお送りします。さて、4月から始まった NHK 杯も終盤戦、この対局の勝者はベスト8に進出、次戦は永瀬九段、羽生九段の勝者と対戦ね。超絶豪華な面々が並ぶこの山、今日は A 級同士、早指しながら高度なやりとりが見られそうです。では、対局の前にプロフィールを確認しておこう。まずは先手の中村八段。1988年6月1日、東京都府中市出身、米長邦夫永世棋聖門下の35歳、今期竜王戦4組、順位戦 A 級、タイトル戦登場4回で王座を1期獲得、テレビやネットなど、メディア露出も多く、どこかで目にしたことがある人も多いんじゃないかな。みんなの隊長、我らが隊長、今期苦戦する場面も多い分、他の棋戦のためにも、上位進出で勢いをつけたいね。どっしりとした、重厚な居飛車の将棋が特徴で、着実に歩みを進める中盤に注目です。それでは続いて後手の菅井八段。1992年4月17日、岡山県岡山市出身、井上慶太九段門下の31歳、今期竜王戦2組、順位戦 A 級、タイトル戦登場3回で王位を1期獲得、一般棋戦優勝4回、対藤井聡太、そして振り飛車の宇宙を感じた叡王戦、あれから半年、地獄の王将リーグを勝ち抜いて、王将戦7番勝負の挑戦権を獲得、年明けの番勝負、早くも期待が高まっていますね。素早くダイナミック、思い切りよく盤面を駆け回る。力強い振り飛車の将棋が特徴で、人見るや、大駒だろうとぶった切る、小気味のいい、大立ち回りに注目よ。本日は後手、手損を抱えることが多い分、先手の仕掛けを牽制する動きに注目です。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カミョン。今回は霊夢が先手、中村八段。ヨウムが後手、菅井八段です。それでは、お願いします。2六歩。3四歩。今日の相手、菅井八段は振り飛車党。7六歩、それも思い切った差し回しが特徴の棋士ね。4四歩。堅実に立ち上がり、ペースを渡さないようにしよう。4八銀、対振りを前提に駒組みを始めよう。ふむ。9四歩、まずは端を突き、9筋に圧をかけます。9六歩。それでは本日のびっくりドッキリ振り飛車は、3二飛車、バランスのいい、三間飛車でいきましょう。2五歩、予想通り、対抗形の形になったね。3三角、飛車先を角で受け、あとは王様を囲っていこう、6八玉、では、しばらく駒組みよ。6二玉。7八玉。4二銀。5八金右。7二玉。7七角。8二玉。8八玉。5二金左。5六歩。4三銀。さて、あとはどこまで固く囲うかだけど。7八銀、手早く美濃に囲い、いつでも仕掛けられるようにしよう。ふむ、対して私はもっと固く囲いたい。でも、ガッチガチにしている間に先手が仕掛ければ、陣形を組み立てる間の隙を突かれ、不利になります。ちょっとそれは困るので。5四銀、軽くジャブを入れ、駒組みに牽制を入れます。銀がせり出し、格闘の歩を狙うポーズです。5七銀、右銀を上げつつ、歩に守りをつける。6五銀、それでも両方はカバーできません。そう、なので。7五歩、隙にはなるものの、不存は受け入れない。6四歩、先手に悪形を押し付け、よしとします。2六飛車、5筋を突けば、銀バサミを実現しつつ、飛車の横撃が通って格闘に受けが効くわ。5四銀、なのであらかじめ引き、とっ捕まるのを防ぎます。8六歩、格闘に堅実な守りを入れるため、銀冠への変形を目指すわ。よしよし、先手は美濃を完成させ、あとは攻めの用意という場面でしたが、小突きを入れたことで格闘に隙ができ、陣形の整備が急務となりました。王様の小瓶でもある、重要箇所をほったらかし、強硬な態度に出るとは思えません。序盤の期待作戦は成功しましたね。では、ゆったり方面が確定したところで、9二香、より固く、穴熊の陣形を目指しましょう。むむむ、8七銀、私も陣形整備を急ごうね。ということで、
9一玉、引き続き、駒組みを進めましょう。6八金寄る。8二銀。7八金寄る。7一金、これで穴熊の硬さが出てきましたね。むむむ。7九金寄る。さらに、前線でかき乱した銀も引いて、6三銀、遠慮なく硬さを前面に押し出します。ならば、9八香、硬さ負けしないよう、私も穴熊を目指すわ。4二飛車、4筋をつけば、同時に角道も通ります。3六飛車、角頭に脅しをかけ、金での対応を求めるよ。4三金、序盤での不存は受け入れられません。よしよし。6六銀、金を上げたことで、飛車の頭が塞がった。4五歩、構わず角道を開け、戦闘準備です。角による戦闘を用意するということは、守りのウェイトが下がるということ。2筋に再び照準を戻し。2六飛車、2筋の守りを外す角を等は、角がどけば当然、飛車先を突くことが有効で、竜を作ってのサイドアタックを狙えるね。当然、後手はそれを防ぐため、攻撃のウェイトが下がるため、攻めの速度が遅くなり、その間に私は銀冠穴熊を完成させよう、という思惑ね。ふむ、角による攻守両立が難しい、と踏んでのこと、私は2筋突破をさせない、あるいは、突破をさせても、その刃が自力に取り付く前に、こちらの攻めを通せばいいんですね。主な戦場は中央、駒が固まっており、突破には時間がかかりそうです。その間、やり取りを加えては、相手に駒を渡すことになり、角道が開き、角交換がなされ、2筋の守りが外れてしまいます。が、自力のいる9筋までは遠く、その時間をどう捉えるか、ですね。よし、攻めを受けるには2つのパターンがあり、狙いそのものを受け止める、素直な受けと、相手にその攻め以上のリスクを背負わせる、脅しの受け、攻撃は最大の防御、ってやつですね。私がその2つ、どちらを選ぶか？そんなの決まっているでしょう？7二飛車、飛車を大移動し、攻め駒を集めます。9九玉、穴熊に格納し、戦場に距離を取る。7四歩、飛車先に火を起こし、交換です。同歩。同銀。盤面右で孤立している飛車を呼びつつ、5五歩、後手の角道を塞ぎ、攻めを緩和よ。5四歩、5筋もぶつけ、金の足がかりにします。同歩。歩をぶつけることで手駒を獲得しながら、同金、角道も通り、攻めの加点を集めましょう。5六飛車、金に当て、対応を求める、5五歩では、後手の駒で角道が塞がり、攻めの勝手が非常に悪いね。6三銀、金を引いて支えつつ、飛車先を通します。7六歩、浮いていた角頭を埋め、事態を収めよう。5二飛車、7筋突破が難しく、5筋に視点を移します。6五歩を契機に、一気に攻めが加速する狙いです。飛車が右往左往しているように見えますが、歩を手元に入れながら、先手に対応を求め続け、現状、ペースを握っていると言えそうです。それなら逆に、8五歩、角道を開け、カウンターの準備をするわ。7四歩、銀の足がかりに牽制を入れましょう。6八角、ラインをずらし、後手の歩突きに備えよう。6五歩。角がどいたおかげで、狙いをいなすことができ、7七銀、引きながら、穴熊の補強につながるね。7二銀、私も穴熊を補強し、ガッチガチにします。8八銀、殴り合いが続き、一息ってとこだね。一息？つけると思っているんですか？5五金、飛車先を押し上げ、拳をねじ込みます。三六飛車、まったく、なんて喧嘩腰なのかしら。五四飛車、それが男すがいの通る道ってもんよ。それなら、八六角、前のめりな足元を狙いに伺おう。五三歩、横撃を維持しつつ、ラインを塞ぎます。二四歩、保留していた二筋をぶつけ、利かしを入れるわ。同歩、むむ、一つ小技を利かせてきましたか。二六飛車、角を引けば、二筋の数で上回る。3号歩、横撃を通し紐をつけつつ、角道を緩和します。2号歩、構わずねじ込み、上ずらせるわ、同歩と取ってきた場合。同飛車、2四歩に、3号飛車とかすめ取り、歩を使わせる手が効果的。小技によるやり取りが重要なこの局面、歩切れで仕掛けられないのは激痛でしょう？確かにそれはそう。その場合、2枚手元に持たれるのもきついですね。では、この歩を取らなければ取らないで、そのまま歩みを進められ、と金を作られるか。2四歩2角で応じるような場合、5三角なるとぶった切る手が強烈で、2四飛車、2三歩に、先手4四角、後手5四飛車、先手7一角なるがとても重く、竜作りを許すか、あるいは喉元で暴れるのを許すか、
収拾がつかなくなってしまいます。つまり、ここも先手にリスクを負わせ、胃が痛くなるような、攻めの手を作る必要があります。よし、迷っていても仕方ありません。6六歩、戦場に近いのは先手、勝負をかけましょう。2四歩、来たわね、勝負の一手。6七歩なる、穴熊に対し、と金攻めは有効です。同金。守備面においても、飛車の横撃は非常に厄介。2五歩、叩いてラインをずらします。同飛車。飛車のラインをずらした上で、6五金、飛車角を通し、一気に速度を上げましょう。6六歩、どいた金にぶつけ、引くのか出るのか伺うよ。ここで引いては攻めの手が遅くなってしまいます。同金、前に出て攻めの姿勢を貫きます。ここで狙いの、2三歩なる、2筋を突破、と金ができて大きな収穫ね。4四角、さすがに黙って渡すわけにはいきません。6六金、こちらも金をタダでは渡せない。同角。飛車の進路を広げるポストプレイで、3二と金、同時に桂馬を捉えるよ。ぐぬぬ。2四歩、横撃を利用し、飛車の進路を塞ぎます。2六飛車、引いたその手が角に当たるわ。8八角なる、そろそろ切り時みたいですね。同金。一見、喜び遺産で竜を作りたいところですが、6八歩、に筋を止めながら、と金作りを匂わせます。同角。ここでも、先手は手元の金駒が守りに有効。6七金、まずは拠点を作ることが大切です。3五角、守りを利かせつつ、攻めの活用を模索する。5八飛車なる、ここでようやく竜の登場です。本格的に殴りに行きますよ。確かに、竜と金の連携は脅威。でも、後手は歩がなく、と金攻めの厄介さは出てこない。先ほど獲得した角を最大限生かす道。2二角、急所に守りを入れつつ、馬作りを狙う。2五歩、同飛車には、3四銀が両取りです。ならば、1六飛車、桂香を外せば、1筋からも成り込める。7八銀、速度が落ちた瞬間、白攻めに取りかかります。同銀。同金。同金。同竜。一気に自陣が丸裸になっちゃったけれど。8八金。角のラインを生かし、穴熊を再生よ。2八竜。届きそうで届かない。これが穴熊らしさ。7七角なる。馬を作って守りに当てる。馬の守りは金銀3枚。これで実質4枚ね。なばかな。2九竜、桂香を取り、戦力の不足を補います。7八金打つ、そういえば誰かが言った気がするわ。1九竜、うん。穴熊の守りはぺったんぺったんと、5三角なる、継ぎ足していくものだってね。それは出し。7三桂、パンツを脱いで前のめりになります。あらやらしい。6三歩、城壁の脇に、歩を垂らしてえぐりに行こうね。6一香、受けるその手を反発にしましょう。6二銀、取れば一気に解体が進む。なのでここは応じず、8一金、かわしていなしの受けを取る。それならば、8四歩、陣形の急所、銀の頭に隙を作ろう。同歩、放置すればやばいところにと金ができます。6一銀ならず、隙を作った上で、勝負を仕掛けよう。同銀、ここは我慢の時間帯、攻め駒補充と割り切ります。6二歩なる、しかし、と金の攻めは重いわよ。こなくそ、同銀。同馬。空いたスペースを埋めつつ、柔軟な陣形に。8三銀打つ、まだまだ命のラインは割らせません。それでは、5六飛車、竜作りを狙いつつ、そこ歩を打てば、自力に攻めが届かなくなるよね。ぐぬぬ。7二金打つ、これで金銀4枚、硬さは譲りません。6三歩、再びと金の攻めを用意しよう。8五桂、決意の桂跳ね、要の馬を狙います。なんの、8六馬、自陣の受けは十分よ。それでも、7七銀、勝負をかけなければならない時があるんです。同金すぐ、受けて立つわ。同桂なる。同馬。桂馬をおかわりし、先手陣を削ります。6五桂。桂馬がなくなれば、後手の攻めは枯れそうね。8七馬、さばききれば勝負は私のものよ。ぐぬぬぬぬ。7七金。同金。同桂なる。同馬。さあ、ここからどう攻めをつなげるの？7九金、
金を取り付かせ、詰めろをかけます。だからといって、88金、8地を再生すれば攻めは届かない。5五歩。これで馬と飛車、大駒2つを7に取りました。でも、後手の攻めは事実枯れていて。5八飛車、あとは気を見て反撃に出るだけよ。8九金、最後のバリアに特攻をかけ、守りを削ります。同金。桂馬がなくなったことで、敵たすきを狙い。8五桂、馬に当てつつ上部を抑えます。何のこれ式。88馬、この馬は、徹底して守りに割り振るわ。9五歩、困った時の端攻めで局面を乱します。5九歩、その間に、竜の利きを遮断する。9六歩、確かに端攻めは終盤に効果的。それでも、9五歩、その乏しい戦力でどこまでできるかな？東京。後手の陣形は横には強いけど。9四強、同じく端攻めには脆いんだよね。むむむ。同銀。衣を剥がすように一枚一枚。9三歩、豊富な駒を使い、後手玉を裸にするわ。8三銀引く、取らずに銀を戻し対応します。9二銀。重いボディーブローも耐え続ければ、同銀、足りない駒が補充できるというもの。同歩なる。同玉。少しずつだけど着実に。8四馬。穴熊が剥がれてきているね。剥がれた衣は、8三強、またまとえばいいのです。桂馬を跳ねれば先手陣に届きますよ。9五馬。さあ、馬がかわしたところで最後の勝負。9七歩なる、玉頭の掘削に取り掛かりましょう。なんの。9四歩、一手残して反撃の準備。8四銀、玉頭に受けを残しますが、手駒は十分。9三銀、再び掘削作業を開始。同銀上がる。同歩なる。同銀。九四強。同銀。同馬。我慢を続ければ、どこかでチャンスはあるはず。八二銀、玉頭で耐えて耐えて耐え続けます。視線を変えて、八五馬、強者で取れば、桂馬で両取りがかかるわ。九三強。攻守両面に強者を用意。ではこの時の9七強、払えばだいぶ脅威が薄まるね。8五強、攻めが届かない。9四歩、強者を浮かせて隙を作ろう。ぬぬぬぬ。8七歩、馬を取らせても守りは十分。9三歩なる。それでは最後の仕上げ、積みに行くよ。同銀。同強なる。同玉。8四銀。同玉。9六桂。7三玉。5五馬。6四歩。8四銀。6三玉。さあ、長い戦いだったけど敵将は目の前。5四馬。もう逃げ場はないぞ。前に活路はなく、後ろに逃げ続けても。飛車の後押しで馬が迫り、下段に落とされ、金打ちで詰み、まさに袋のネズミ状態ですね。積極的に仕掛け、強気に攻めましたが、堅実に受け切られ、最後は押し切られてしまいました。もう、水滴一つでないくらいに枯らされてしまいましたね。負けましたー。ありがとうございました。将棋は攻めている方が有利なんて、一体誰が言い始めたのでしょう？これだけ積極的に戦いを挑み、お城を削っても、攻めが枯れては勝てませんね。いつも通り、菅井八段得意の三間飛車の対抗形。穴熊を目指し、堅い守りを志す後手に対し、先手は軽く美濃に囲い、いつでも戦闘準備万端、あとはどう仕掛けるか、を探る序盤のはずが。後手の左銀が玉頭を目指し、先手の角頭に無理やり隙を作ることで、駒のやり取りが少しでもあると、角頭、というよりむしろ、先手玉の小瓶という、とても重要な場所を攻める、景気を作って、先手にフォローを強要。その間に自身は穴熊にし、殴り合いに耐える陣形を完成。一見、後手ペースで進むかと思われたけど、中段に浮いた飛車の横撃が、
うまく守りに効いて、金駒が前に出づらかったね。盤面右で孤立しているのに、アイアナグマという、王様が隅っこ同士にいる状況、かつ後手の攻め駒が、中央から左に集中することで、孤立しながらも狙われにくく、援護射撃に徹していられたんですね。そしてそれだけでなく、動きが自由になってからは、中央無尽に動き回り、牽制合戦、隙の作り合いで後手の攻めをいなし、まるで塹壕戦のような削り合いの中、遊撃部隊として、大車輪の活躍だったね。ここまでしっかり受け切られると、どこかで無理をしなければならず、後手としては、無理攻めに踏み切ってのカウンターというのが、かなり痛かったように思えます。中村八段は、今年の NHK 杯、我慢して逆襲する、という将棋が多いね。悪い意味でなく、耐えるべきところでしっかり耐えれば、おのずと勝機が転がり込む、受け将棋の理想のような展開だね。この結果を受け、中村八段は準々決勝進出。次戦は羽生九段、永瀬九段の勝者と対戦よ。いよいよクライマックス、という顔ぶれですね。さあ、それではこの辺りでお開きにしましょう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするにゃん。さあ、それでは皆さん、バイバイキン。